どうも皆さんこんにちは、若です。霊夢ちゃんだよ。マリサだぜ。さてさて、前回は確かこの要塞を探索したんだっけ？それでポータル見つけたけど、エンダー愛が足りないってなったよな。うん、ってちゃんと言った通り裏で集めてきたよ。お、偉い。でもこれが超大変だったんだから。え、でもせいぜい4個だろ？やっぱマイクラ下手だから？違うって、単にエンダーマンが全然いなかったの。まあ確かにこの辺り砂漠ないしな。メガーもエンダーマンが湧くバイオームが近くになかったからさ、一回初期リス戻ったんだよ。あらお疲れ様。ちなみにこれの一部が戦利品です。馬鎧がめちゃあるな。いつか馬も手名付けられたら便利そうよね。ちなみにメガーオートも取ってきたよ。ということは醸造台があったらポーション作れるな。ほいてことでエンダーアイ完成。早速ハメに行っちゃいましょ。うん、ちょっと暗いね。まあしゃあないな。お、来た。きゃあ、エンドラ討伐が近づいてきた。さてエンドラ討伐の準備第2弾、装備を作れる分作るよ。作れる分って言っても6個だからね。レギンスはギリ作れないな。じゃあブーツしか作れないじゃん。一式作りたいならブランチマイニングとか、あと洞窟探索とかしなきゃね。そういやこの要塞洞窟あったよな。じゃあ洞窟探索する？そうねー。ただその前にもともと言ってたこと、この要塞の改築をしてみようかな。お、いよいよこのシリーズの内容に入ってきたな。どういう感じに改築するの？上の階層の方はこの石レンガの感じを維持して、下の階層の方は木使って温かい感じが出るようにしたいなーって思ってるよ。さて、今回やるのは隣の部屋と図書館。ほうほう。でもそこまで素材が集まってるわけじゃないから、やるのは階層が分かれてる部分を取り除くくらいだよ。素材不足か、まあ序盤はね。あと実は撮影時点では具体的にイメージできてなかったのもあったり。いやそれは考えておけよ。あら水が。これははしごの下のとこのか？多分そうだよね。うまくごまかせないかしら。端っこのとこだから柱を立てるとか。まあそこら辺は次回以降考えようかな。まだどこに何を作るかも決めてないしね。やっぱ決めるときはマップがあった方がいい？そりゃあった方が考えやすいだろ。視聴者さん側もわかりやすいだろうし。そうだよね。なんかあるのか？いやー、その、単純にめんどくさいなーって。ちゃんと作っときなさいよ。は、はい。さて、ここは終わったな。次は図書館ね。ってことで図書館に来ました。ここはクモノストルノとチェスト回収くらいか？そうだね。でもそのクモノストルノに必要な剣は壊れちゃったけど。木の剣もうちょっと耐えてくれ。次は石の剣にしようぜ。もちろん。あ、そういえばね、カットした間に細かいとこを整えたんだよ。おお、例えばどこだ？今拠点としてる部屋の下のとこなんだけど、穴に落ちちゃったら抜けれないから、壊して抜けれるようにしたよ。ほうほう。てかさっきチェストに無限のエンチャボン入ってなかった？そういえばあったな。今私たちに金床を作る余裕があればよかったのに。鉄装備意識すらままならないからねー。お、チェスト。中性さんと範囲ダメージさんか、別々で欲しかった。でもそもそもトライデントってさ、このシリーズでゲットするかしないかレベルじゃないか？確かに。さて図書館の方も終わったことだし、ブランチマイニングに行こうかな。また倍速になっちゃうわね。作業だからしゃあないんだけどな。あ、作業といえば、イラストメイキング見ていただけましたでしょうか？普段とテイストがだいぶ違ったわよね。BGM もなんか可愛い感じになってな。何気にあのイラストお気に入りだからさ、思ったより褒めてくれて嬉しいんだよね。確かにこの話何回もしてる気がするわ。さすがに飽きられるぞ。あはは、まあ調子乗ってまた描こうかなとか思ってる今日この頃です。ちょっと待って上乗ってダイヤ？おお、ダイヤだ。なんか反応薄くね。やっぱシリーズ重ねていくとありがたみも薄れてくるのね。というか今鉄のツルハシがないからあんま意味ないというか。あー確かに。さて、次はこっち行ってみる？そうだね。おお、いきなりラピスラズリ。しかも奥も続いてそうね。てかあれって奉仕の花じゃない？ハンモ洞窟にしかないってやつだっけ？建築の幅が広がるわね。今回は屋内だからより助かる。やっぱハンモ洞窟系のアイテムは神だわ。と、奥はエンド要塞の別のとこに繋がってたみたいだな。ん、じゃあいいや戻ろっか。確か分岐してたとこあったわよね。そっちに行ってみましょ。あ、そういやあったような。記憶力おばあちゃん。ここだね。こっち側は深いといいんだけど。とりあえず上に鉄があるな。一個だけか。お、これは鍾乳石？
見る分にはいいけど当たり判定やるのは邪魔だな。てかこれ何かに使えたかしら？有名なのだとオオカマと組み合わせて無限溶岩とか。トラップなんかにも使えるよな。てかこれ追加されたのって 1.18 だよね？今は 1.19。情報遅すぎない？古代都市だオーデンだ騒がれてたのもちょっと前だぞ。さすがに桜バイオーム実装されたらなんか建築でもしようかな？あれでも桜バイオームの実装って6月8日じゃない？その時までに編集が終わってるか終わってないか。いや諦めんじゃないぞ間に合わせろよ。でもそうなると次回はこのシリーズ一旦休みなのかしら？ああ、多分そうかも。じゃあ前言ってた地図を書く時間がたっぷりできるな。冷えっ怖すぎ。さてさて、動画の方はめんどくさいとこに来ちゃったわね。鍾乳石が鬱陶しい。奥にまたグローベリーが見えたな。悪いことじゃないけど反も洞窟多くない？うん、そろそろ飽きてきたような。でもこの奥にマグマ見えたし、探索しにくいゾーンも終わりかもだぜ。ただこっちはこっちで深そうね。さすがに怖いから戻ろうかな。やーいビビり。うるさい。まあ若が言ってたら帰れなくなってたかも。いやそんなことも、ありそう。てことでこれが今回の成果です。鉄23個なら鉄装備一式も揃えられそうだな。でも鉄以外はしょぼいわね。今回は石のツルハシしか持って行ってなかったからね。あ、そういえばちょい前見つけてたダイヤはどうした？もしかしてまだ取ってないんじゃない？そういえばそうだね。おい忘れるな。この鉄焼いてる間に取りに行きましょ。そうだね、そうしようかな。って、石炭なくない？かろうじてはしごとか作業台は燃料として使えるが、鉄23個は焼ききれないわよね。焼ける分だけ焼いちゃって、残りは石炭取ってきて焼こうかな。ほいほい。お、結局あれは4個だったんだな。これで今持ってるダイヤは7個ね。剣作るようにでも使おうかな。そうね、エンドラ討伐も近いしありかも。エンチャントテーブルも作れたら心強そうだよな。そうだけどそれはまた今度ちゃんと作ろうかな。あらら却下されちゃった。だって今経験値5しかないんだよ。大したものつけれないかなって。まあそれはそうか。そうこう言ってる間にダイヤ剣は作れたけど、鉄はどうかしら。まだまだかかりそうだな。あ、でもレギンスは作れそう。あとはチェストプレートだけね。あ、でもこれで一式できたよ。いつの間に？実はカットした間に。えへへ。いやえへへじゃないわよ。ということで今回はこの辺りまで。強引に持っていったな。今回で鉄装備一式揃えられたし、近いうちにエンドラ討伐できそうね。なんなら次回エンドラ討伐しちゃおうかなって思ってるよ。おお、パート4でとは早いな。あとはエンド要塞の地図もね。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。